こんにちははでですす本日日2024 27年11月27日です、えー、とガラスモールドシミュレーションに関してですね、まあ、こういうモデルが3次元でありまして、まあ、これをですね、まあ、解析をするというところでいろいろやってきたんですけども、まあ、ここでちょっと思考を変えてですね、まあ、これあの3次元なんですけども 軸対称なんですね軸対称形状なんで、じゃあこれ、えっとまあ、世の中でいうところの軸対称モデルですね、えー、2次元平面上に作って、ある軸周りにぐるっと1周360度、模擬するようなですね軸対称モデル、いわゆる軸対称ソリッドというモデルで解析できたら、計算時間はもっと短縮できるんじゃないかと、まあ、そういうふうに考える方も当然いらっしゃると思います。 まあそれで、まあ、そういうことできないかということで、えー、やってみた、まあ、あの結果の方をご紹介します。えー、と簡単にですね、まあ、元のモデルはこういう3次元のモデルなんですけども、簡単にこれをおとセルにする方法というのが、まあ、ありまして、でまあ、これちょっと、まあ、詳しくはですね、またあの別にあの解説動画作ろうと思うんですが、 このスクリプトの中でですね、ソリッドシェルという機能が、まあ、あの追加されまして、ソリッドからあそこのある特定の面のシェルを作るという機能、まあ、これ、あの最近追加されました。なので、まあ、このモデルからですね、まあ、ここの今、XYZ と3軸あるんですけども、まあ、Y0 のですね、XZ 平面の部分をですね、 えー、抜き出して、まあ、そこに二次元の四角メッシュですね矩、えー、形メッシュを作って、まあ、それを軸対称に持っていこうというふうに考えますで、まあ、この時ですね、まあ、問題は、えーとまあ、これカリキュラックスで解析するんですが若狭でも同じなんですけども軸対称モデルというのはですね Y 軸周りにぐるっと一周回すというモデルなので XY 平面に作らないといけないです。でまあ、X プラス代わりにです、ねえー、作るんですが、まあ、今このモデルはです、ね、まあ、よくある延直方向ですね、a 方向 Z で取るという形でモデル化しております。まあ、そういういわけでですねちょっとあの 座標変換しなくちゃいけないんですけれども、まあ、このマ、まあ、プロメッシュというソフトは、ですね XYZ をですね書き出すときに入れ替えることができますので、まあ、その機能を使いまして、まあ、今回の場合ですと、ですね Z と Y を入れ替えて出力するという形で、まあ、簡単に出力することができます。ということで、ですねああのまあ、これ、もうすでにですね全くこれはの3次元のモデルと同じ入力、 パラメータセットなんですけども、まあ、これを書き出すときだけですね、二次元、えー、軸対称ソリッドに書き出すということをえやっていきます。あもう一個説明が必要か。えー、っと、親スクリプトの方の一番最後のところですね。まあ、ここにですね、こういうふうにあの書き出しのソフトに あの軸対称モデル用の書き出し、えーまあ、いわゆるサブルーチン、えー、ですねサブルーチンを設定しております、まあ、これは何か切り替えればいいんですが今ちょっと固定でですね、えー、書き換えて AX というファイルに書き出すようにしました、えー、と基本的にはですね3次元のモデルと同じくですねカリキュリクス用、まあ、あるいはアバカス用の、えー、とインプットファイルに書き出すうようなスクリプトになってるんですけども、えー、中身的にはですね、えー どこがいいかなうんと、どっか。まあ、少し、あの、あれですよね、簡単になってます。ここはですね、c x 4という形で、まあ、タイプとしてですね、c x 4を書き出すようになっております。まあ、当然ですね、それで、えー、と各要素の、えー、要素セットの、まあ、接触を定義するわけですね。表面ですから、エッジの集合になります。エッジの集合の組み合わせで、 えっとどっかにですね、ずっと行って、この辺かなサーフィスの方にですね、エッジのグループをですね、あの設定して、まあ、それをですね、あの接触、コンタクトペアで、まあ、それを組み合わせているというだけで、まあ、構造的には3次元も同じですね。えーまあとはですね、ずっと同じですね。入力のアンプリチュードとか、あるいは、まあ、アネットですね、ステップとか、 バウンダリーシーロード、それから出力。まあ、こういったものは共通になっています。まあ、これは、あの、分かる人に分かりますよね。で、まあ、これで、もう、あの、設定してあるので、データ出力でですね、よいしょ名前を付けてですね、まあ、これ行きましょう。実行の、え窓ですね。これな、なんて言うんだっけな。ソルバー、えーと、 表示項目あバッチ計算パネルですね。バッチ計算パネルというのが出るので、まあ、これをポチッと実行とやりますと、こういうふうに。で、これですね、早いんですよねあの。かなり早い。見えないくらい早いんですけども、えー、実際に計算の方も、まあ、早いです。よいしょ。まあ、こういった形で,ですね。ずっと、これあの最後1400秒でい、えー、くんですけども、まあ、3次元で解析するよりもかなり早いです。 えですからですね軸対称モデルの場合はこのように3次元モデルをそのまま作るんではなくてえ2次元平面上にですねあの軸対称3次元ソリッドという定義でえモデルを構築して解析するのがまあおすすめということになりますちょっと計算の方待ってみましょうはい計算の方が終わりましたね 1400秒で終わるように塗っています。ではですね、結果の方を見ていきたいと思います。えー、こちらですね、えー、解析結果になります。えー、っとですね、ちょっと歪みの方にしましょうか。アニメーションで。 熱膨張してその後で上の台を押し下げますそしてここで冷却に入りますねで、えーまあ、収縮するという感じで、まあ、このようにですねあのペラペラですね3次元作らずに、えー、2次元、えー、上にですね、まあ、3次元的なあ、えー、と要素 ですね、軸対称要素というものがありますので、まあ、そちらの方を使って、えー、このように解析すると、まあ、計算時間が大幅に短縮できるとで、まあ、しかもですね、まあ、あの結果も、まあ、こちらの方があの精度がいい、えー、場合が多いので、まあ、こちらはあの積極的に使うべきではないかと思います。 これのです、ねまあ、結果を3次元の結果と、まあ、比較するとです、ねえー、いろいろ、まあ、これからやっていきたいと思いますが、まあ、とりあえずです、ね、このように簡単に自己、えー、対象ソリッドを使って解析ができるということを、まあ、本日は紹介しました、えー。本日の動画は以上です。ご視聴ありがとうございました。